今もまだふーちゃんロス中さん毎日来てくれてる、ありがとうございます。どうぞ今日もかわいい、ありがとう。村木さん、じゅうさん、こんにちは、こんにちは。コンコンピコンコンピ、うわめっちゃ雨降ってきてる。めっちゃ雨降ってきてる。雨降ってるね。元気だよ。やたるさん、こんばんは。じゅうさん、こんにちは。村木さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。まるさん、こんにちは。みずみさん、なべちゃん。ちょうど昼休み中やった。じゅうさん、いつも昼休みや。あ、じゃあどうも、たけしさん。ももちゃん、やっほほ。こんにちは、皆さん。あ、まおと聞こえてる？ちょっと、窓閉めた方がいいよね、絶対。あ、やばいな。ちょっと窓閉めるわ、一瞬。ちょっと、ちゅうちゃん、抱っこしていい？ちょっと窓閉めてる。はい。OK。雨嫌い、私もりょうくん。あ、弟です。知ってる。え、今日雨降ってんだ、今。めっちゃ降ってる。ま、メガネ外せ。あ、メガネはもうね、一生外れてますよ。一生っていうか、レーシックしたその日から外れてます。あとはブルーライトカットメガネをつけてた。自分の意思でつけてるだけなんで、今もかけようと思ったらかけるって感じ。おしゃれメガネ言うたらどなしなので。どこにいるの？大阪です。夏さん、フォローありがとうございます。夏さん、いつもフォローしてくれてないですか？あれ、ゆたやさん、こんにちは。玉ねぎさん、だるまさん、ありがとうございます。朝休み一生休みやな。じゃあマルスさん、ハートありがとうございます。たけしさん、こんにちは。たけしさんがお化けナイス、ありがとうございます。マンポンさん、こんにちは。東京は快晴なの？なんと大阪はめっちゃ降ってきた今。玉ねぎさん、だるまさん、ありがとう。寝てました。夜中の配信面白かったですよ。シュールで超シュールで面白かった。ピキマスさん、こんにちは。そう、度が入ってないやつをずっとつけてたんですよ。レーシック後は。マンボさん、100キロありがとうございます。たけしさん、コウモリです。ワルバップです。ありがとうございます。と金土日は週末休みなだけやで。いつ働いてんの？カズさん、こんにちは。やばいやばい、雨マジでやばい。大雨やばくない？なんであんな夜中にやるの。いや、お仕事終わったらあの時間でした。ビショップさん、こんにちは。チャミさん、こんにちは。こんにちは。今日も軽くメイクをしようかな。今日は軽く。ビショップさん、お花ありがとう。元48グループグループメンバーの深夜配信はめっちゃ面白い。昨日も面白かったですか？昨日も来てくれてましたもんね、ふーちゃんロスさん。茨城晴れてるわよって。マジですか？これから雨行きますよ多分。ちょっとこっち早かっただけできっと行きますよ今から。さっきまで晴れてたもん。ここも晴れてたかどうかは正直家の中にいたから分かんないけど。よいしょ。よいしょ。雨水注意報。キャーキャー。え、メイクも終わってるんですか、もんもんちゃん。おっとおっと。え、もんもんちゃんってさ、土日イベント大阪であったら来てくれる？
クリスマスイベントをしたい。やばいマジで雨。最強性無音。やって楽しいやったら通知はもっとでかくしないとダメだわ。通知音って設定できるの？月から木と金から日以外は働いてるで。じゃあ潤さん12月1日の舞台来てくれる？玉ねぎさんコウモリナイス。予定あれば行くだって。え、来て。よう、こすりさん。みずむんさんお墓ナイス。ありがとうございます。お墓ナイスってなんか嫌やな言って思ったけど、なんか嫌だな。今昨日苦かったコーヒーに昨日買ってきた豆乳を入れたらめっちゃ美味しい。もう一生寝れない。昨日終わってから仕事終わったらやりますねって言ってたからさ、待ってくれてる人いるかなと思って。本当はめっちゃ眠かったけどやった。普通はね寝てる時間だったんですけど、いや寝てる時間でもないのか私的には。イケさんこんにちは。玉ねぎさんチジ、お菓子くれないといたずらしちゃうぞ。トリックアトリート。スコンブあげるわ。スコンブスコンブ。2時まで待ってたのにやって、惜しすぎ。あと一息。HR さんこんにちは。次のイベント、いや全くまだ分かんないけど、私の希望的にはクリスマスにやりたくて。 HR さん、だるまさんありがとうございます。みっちゃんさんこんにちは。こんにちは。クリスマス当日じゃないけど12月クリスマスイベントやから12月ぐらいにしたい。クリスマスイベント、せっかくね大阪にいるしと思ってやりたいんですけど、夢中にさせちゃうぞみたいに言うやん。やってあれ待って、どこが今何言ったっけ。私スコンブあげるわまでしか覚えてない。やばいやばい、無意識でなんか言ってるかも。拗ねてる、かわいい。行きたいだって。来てほしい。クリスマスイベントなんか楽しいことしたいなと思ってて、どんなことしたら嬉しいですか皆さん。イベント何か、何だい。ビショップさんファンレバップナイス、ありがとうございます。急に告白されてた、ありがとう。知ってる。東京でもやりたい。東京でやったら来てくれる？私をね、誰よりか意地にしてくれるの、それが好きなところ。楽しいこと。おぎり。赤ちゃんまだ詰めてないで。結構まだね、時間かかるっぽいですね。多分。いつって言ってたっけな、なんかちょっと時間かかりそうな。もう何、申し込みの時点で書いてたなんか日付が結構先やった気がする。確かちょっと忘れちゃったけど、もうちょっとかな。え、東京なら当たり前マジで。え、イベントじゃないけど12月1日舞台あるけど、チロさんサイン会あるけど来てくれる？お仕事行ってらっしゃい。ファイトです。お仕事ファイトです。クリスマスといえば東京と大阪でしたいよね、イベントな。チロちゃんもイベントしたいな。
ちなみにハロウィーンってもうショールームも言うてるから、本当ならねハロウィーンイベントとかもできたらね楽しそうなんやけど、私がなんせハロウィーン別にそんな好きじゃないから怖いなマジ好きじゃないから、トークポートでお話ししましょう。え、チロさん絶対来てください、詳細見てください。ツイッター X に載ってるんで URL 降臨ソウルってやつです。この1日しか出ないの、しかもほんまにこっそりさん大喜利やん、ほんまに大喜利やん。クリスマスイベントやりたい、イケさんやったら来てくれる。ゴリラさん、トラさん、こんにちは、こんにちは。アイシャドウベースを買いに行きたいな、マックで。で、私もさ、夏にこの秋に届く用の靴買ったんですけど、まだ届いてない。なんか予約販売のやつで、販売されたら届くやつみたいなやつやねんけど、ユニバー単独行動になってしまうかもしらんけど、いい現地集合してみんなでバイバーイ言うて、じゃあこっち乗ってくるしょんな、あと15分後にここで。松田さんこんにちは。コスメデコルテのパウダー、パフなやつや。ナーズのパウダーもいいよ。ヘメダのお話し会に参加してた。ああ、もうそれは許しちゃう。それは許しちゃう。サンタさん、かわいすぎ。町岡さん、こんにちは。こんにちは。島城さん、こんにちは。たたたたたん。なりゆきさんこんにちは。あ、お久しぶりです。こんにちは、みんな。待って、私ノーズシャドウ塗ってないよな、鼻くっきりなってます。一箇所まだなんですよ。これ終わったら、配信終わったら予想しますね。さっき、あ、予想しようと思って、さっきテレビ見てて、明日は一箇所みたいな、CM が流れて、あ、予想しようと思ったけど、マリオしてた。マリオしてた。ごめんなさい。ふわーって、なんか気づいたらマリオしてた。え、これさ、11日間ずっとハロウィンのこのマークっていうか、何これ出てるのかな、デコレーション。長ない？誕生日でも1週間とかあるのに。ショールームさん、ハロウィンに気合い入れてますな。で、角生やして配信しようかなと思ったけど、十何日間も強い話すの嫌や。気合い入れすぎてる人みたいやから。みっつーさんこんにちは。木村さんこんにちは。こんにちは皆さん。
られないくらいの愛してるが、木村さん、みつさん、いらっしゃいやで、みずむさん、お化け大好き、ありがとうございます。うどんいっぱい食べた、みずむさん。兄さんのハイジさん、こんにちは、こんにちは。なんか目入った気する、ちょいごろ。ちょいごろ。でも目薬が一回。取りに行くのめんどくち。ハセパンさん、こんにちは。兄さんのハイジさん、こんにちは。皆さんいらっしゃいです。ゆっくりしていってください。アイボンしたい。でもアイボンできひんねんって、まだレーシックしてから1ヶ月ぐらいは。怖いかげなって書いて、怖いんですか飛行機、木村さんって。意外、余裕で乗ってそう。入浴食べんだけ食べた。入食食べれなかったね。だって一日ずっとうどんでしたもんね。もうあの感じだと朝昼晩うどんみたいな。もはや羨ましい。イングリッシュマンさん、ゆきおさん、こんにちは。いらっしゃいませませ。鉄の塊が飛ぶっておかしい。まあ確かにそうですけどね。確かに。タマちゃん、お化けです、ありがとう。ハロウィンとは関係のない人生を生きてます。え、私もでもハロウィン別に関係ないかもよ。タマちゃん、こんばんはです、ありがとう。午前中で全部食べたんですか、みずむさん。それは強いわ、それは激強だ。午前中で。午前中なんてむしろあんま普段ご飯とか食べやんもん私。待ち、やば、ヘアアイロンに髪の毛がめっちゃ挟まってる。っていうのは髪の毛がそこで挟まって抜けちゃったってこと。昔やだ、痛かったね、ミカちゃん。今日テンションおかしいな。当たった、熱いで、ミカ。あ、運転するんですか、今から。行ってらっしゃい、宮古島で。大阪雨降ってるで、大丈夫？飛行機怖がらせてる今私。そんだけ宮古島行ってるから慣れてると思ってました。湿気で髪の毛終わるから今日はバケハ。わかります、その気持ち。わかる。でももう今日は湿気というか、湿気通り越して大量の水が降ってきてるからさ、家から出ないのが正解もはや。
友達と会うの？昨日のお昼ご飯はラーメン、今日のお昼飯ちゃんぽ。麺類や、ほんまや、麺類大好き人間じゃん。いいですね、でも麺類。私もお蕎麦食べたい。お蕎麦、お蕎麦が食べたいな。あ、チーヒーの舞台、煙突のやつや。SNS で見てる。面白そう、めっちゃ。音楽劇ってどんな感じでやるんやろうと思って気になってた。いた。じゃあ雨嫌だね、めっちゃ。とろろそば食べたい。わかります、とろろそば大好きです。私もとろろそばってなんであんなに美味しいんでしょうね。トロロがまずなんか神なんだと思う。すごい、あんなトロトロのものができるなんて。土の中で神秘的ですね。で、あとはね、生卵とかね、ゆで卵とか、あ、間違った、温泉卵とかね。なんか別に特に味はそれ本体ではしないのに、あるとすごい豪華に感じて好きです。ともやすくん、こんにちは。今雨降ってたらな、本当に何もしたくないから、お蕎麦屋さんとかも行けない。え、これからバーベキューなんですか？めっちゃいいやん。水ムーさん、お仕事お休みなんですか、この何日間かは。どや、前髪いい感じになりました？5連休の4日目です。うわ、めっちゃいい。こうたまに入るんですね、こう連休みたいなのが。私のイベントの時連休でありますように。水野さん水野さんが連休でありますように。クリスマスイベントしたら来てくださいね、水野さん。 B シャップさん、ファンレベアップナイス、うん、ありがとうございます。はい、とりあえず人前に出れる顔になった。お、竹内、竹内さんお久しぶりです。元気？あ、有給使ったの？水ムーさん、ちょっとちょっと、私のイベントの時に有給置いといてくださいね。ちゃうちゃう、私のイベントの時も有給使えるようにしといてくださいね。もう年末に差し掛かってるから有給消化しなくちゃみたいな感じなんや、きっと。知らんけど多分そうだね。あ、忙しかったん、たけるちさん。元気？元気？めっちゃ久しぶりな気がする。ヨッシーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。美味しいコーヒー。トトロのお腹さんもこんにちは。なんと結婚しまして、おめでとう。え、前に多分最後に会った時に結婚すんねんみたいなこと言ってたような気がする。多分最後になんか
イベントで会った時かな、教えてくれたような気がする。めっちゃ幸せやん、タケルチーさん。めっちゃいい。本当におめでとう。旅行の前日程がたまたま有給休暇だった。すごい。合わせたんじゃないんや。めっちゃすごくない？それはそれで本当に。超すごくない？爪が割れた今。どうしようかな、直そうかな。めんどくさい。まあ1時間ぐらいあるから直せるっちゃ直せる。本当は今日と明日が所定の休み。あ、なるほど、なんかあるんや。それをこうわざわざなんか有給とちょっと重ねて長い時間休もうみたいなしてたら、たまたま旅行と会ってみたいな。引っ越し転職もしたから、うわそれは大変やばい。大阪は大阪？いやまあそうだよね、結婚したら全部なんか変わるし。素敵やな、でもめっちゃいいやん。また会いに来てほしいけど、結婚したらもうイベントとか行きにくいのかしら。京都から西宮、うわすごい、大阪通り越して甲子園、甲子園行きやすいとこ。よいしょ。そっか京都やったな、素敵やな本当に。成幸さんファンレベップです、ありがとうございます。私の周りもすごいみんな結婚して本当に素敵なお話をよく聞きます。最近はいいよね、ハッピーな気持ちになるよね。それと同時になんか年取ったんやなって思っちゃう。なんか自分がね、年取った感すごい。イベント行きたいな。今ちょうどさ、クリスマスイベントしたいですねって話をしてたんですよ。ちょうどだから今イベントの話をもう一回戻しました。もともと大阪生まれで滋賀に来ました。ひーくん滋賀か、ひーくん滋賀か。ひーくんってイベント来てくれたことありましたっけ。プロ野球選手狙ってこうだ、急に。森さんフォローありがとうございます。あ、私がってことか、結婚相手がってことか。びっくりした、急に転職でプロ野球選手狙えって言われてるんやと思って、今急には無理だよと思った。待たない？じゃあもしクリスマスイベントあったら来てください。吉川さんこんにちは。森さんフォローありがとうございます。なんか面白いことしたいですねっていうのを今マネージャーさんに言っててご相談中なの。だからできたらいいなって思ってます。でもめっちゃ目になんか入ってる、絶対に。マジでやだわ。下から読んでもらうか、下から読んでも、さらに下から読んでも。亀田さんこんにちは、だってめっちゃ下から読むじゃないですか。こんにちは。どういう状況ですか、どんだけ下から読むんですか。
パッ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 、私の声が小鳥を空へ運ぶ、僕も飛び込みたいでさ、あなたの声が私を奮い立たせ、ネイルするかめっちゃ迷ってる今この配信中に。1時間ぐらいで全部できたらね、やっちゃいたいけど。あ、最近日本にいます。ちょこちょこ海外にも行ったりはするんですけど、日本の方を今は多くして日本にいてます。なので12月1日は東京で舞台もあるんですけど、基本的には大阪でいます。なんで今イベントの話してたんですけど、12月にクリスマスイベントしたよねって話をしてて、よかったら会いに来てください。ミカさんこんにちは。タケルチューさんお星様ありがとう。キロ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 、ハッピー話を聞きたいよ私は。タケルチューさんのハッピー話を聞きたい。やっぱり目にさゴミが入ってる気がするんだけど、やっぱり目薬一瞬だけ取ってきていいですか。全国めぐりさんこんにちは。みえちゃん休憩時間お疲れ。クリスマスに感想してするんだ。なんかさ、クリスマス、今年のクリスマスってさ何日やっけ、あ、土日か、そうそう土日なんですけど、クリスマス、クリスマスが25なのね。で多分24って直近すぎて、なんか忙しい人もいそうやからさ、24になるかどうかは分からんけど、でも12月中にイベントしたいなと思ってます。ただゆきさんお花ナイス、ゆしゆしさんバレベップナイス、ありがとうございます。ほら、ただゆきさんフォローじゃないのよ。ゆしさんこんばんは、こんにちは。は京都の和モダンな雰囲気の素敵な、え、マジで写真見せた、お願いだからお願いやから写真見せて。アイボンまだ使えないんです、私。ベーシックしてつい1週間前ぐらいに、え、そうなんでアイボン使えないんだって。1ヶ月間ぐらい。本田さんこんにちは。ともちさんこんにちは。大阪はでもね、さっきまではもう土砂降りのなんかザーって聞こえてたんですけど、今はなんか聞こえなくなったよ。20は有馬記念やから、やるなら5時以降大阪難波界隈でね、ちょっと盛り上がっちゃうからね。確かにそうなんだ。そう、有機企業残り少ないんで書店休みがあれば参加して、あ、お願いします。水野さん待っております。ハウチムさん、高野さん、銀太郎さんこんにちは。一応ね、そう、私のだから私の勝手な何希望やけど、12月のなんかどっかで大阪と東京でクリスマスイベントしたいなっていう願望があるって感じですね。願望です、ただの。どうなるか分からんけどやりたい。よしおさんハートありがとうございます。あなたはシンプルなのね、男ならなおさまね。柏木由紀さんのライブ、え、東京大阪。若さん、たーちゃんさんこんにちは。ザックさんこんにちは。やっぱ目ゴロゴロしている。アーリーさんこんにちは。水野さん、合わせてくれますように、合わせてくれますように、合わせてくれますように。あ、ジョーちゃんイベント、私その日舞台、椅子取りゲームとババ抜きと私物が当たるビンゴゲーム楽しそう採用私物が当たるビンゴゲーム結構よくやりますよね、私やらせていただく。
椅子取りゲームは会場が結構ねバチャバチャしちゃうのと老若にゃんの老若男女いるからどうなるかわからんやん。怪我したらあかんからできやへんけど、ババ抜きでもさ人数多かったらやばそうじゃない。おっくんこんにちは。タルさんかわいいね。さんちゃん、あ16大阪17名古屋すごい。名古屋ゴリラホール、あ知ってる、聞いたことある。ゴリラホールここのコメント欄で、コメント欄で聞いたことある。たまにするね、暗いさせて夢そくらい攻めてちゃんと次は上手につかなきゃね。ゆうちゃんこんにちは。あ見た、おんくん豆乳、あれゆうちゃんって私が知ってるゆうちゃん、ゆうちゃん本人からしたらどのゆうちゃんってなるかな。豆腐屋さん私も行きたいです。カタリベさんこんにちは。水野さんが持ってるアバターだこれ。アリサさん、エムミーさんこんにちは。島城さんワールドアップナイス、ありがとうございます。教授さんかわいいもありがとう。気づかないふりをしてそのままタバコがたいけない。豆腐屋でも豆乳あるとことないとこがあるからね。だってなんか豆腐屋さんっていうところにまずあんま行ったことがないんですけど、でも豆乳売ってますみたいなのを見たことないですもん。豆腐屋が作るドーナツみたいなのはたまにおしゃれなね商店街みたいなところであったりするイメージなんやけど、うん、テケちゃん、ヨークママさん、ルカワカエデさん、 DD 親父さん、石ぽよさん、俺さんもこんにちは。ハクトバさんこんにちは。皆さんこんにちはです。昨日の夜中の配信来てくださった方もちらほら。キミさんこんにちは。やっぱさ左目がちょっとゴロついておる。本当にがある豆腐屋と検索してみてば、この近くにあるんかな。見よ、なんて言う、豆乳がある豆腐屋、豆乳がある豆腐屋、あちょめっちゃローマ字で書いてる豆乳がある豆腐屋、豆腐屋検索。つんちゃんコウモリありがとうございます。ファンレベアップナイス。翔平さんこんにちは。センさん、つんちゃん、 JY さんこんにちは。川田トールさんこんにちはです。豆乳がある豆腐屋検索地図。ウィンディーさんこんにちは。ミカルさんこんにちは。商店街行けばあるでしょう。だって私の近くの商店街が、あ、豆腐屋さん出てきた、出てきたよ。昔ながらの豆腐屋さんみたいなところが出てきた、検索したら。でもここが、あ、これもか、これもか、あ、なんかコップで豆乳1杯100円で売ってる。ミカエルさんこんにちは。皆さんの近くには豆乳じゃない豆腐屋さん売ってますか。なんかかわいい、
かわいい豆腐屋さんがある。あ、間違った、ナビ開始しちゃった。待って、自転車で30分。ベニーさん、ゲイさん、こんにちは。場所は言っちゃダメ。自転車ででも30分なんだけど、ちょっとなかなか行かれへん。これは、あ、ここは自転車で12分ぐらいのとこがある。遠いちょっと遠いかも。自転車30分は豆乳買いに行って帰ってきたら豆乳べっちょべちょになってるわ。豆腐なんか買ったもんならね、型崩れしまくってることになってしまいますよね12分か、まあ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 、遠いな。でも家の周りにはなさそう。まさひこさん、こんにちは。豆乳はその場で飲むんやで。だって、家帰ってきてさ、コーヒーに入れたい。ゆうじさん、こんにちは。たかさん、こんにちは。豆乳をコーヒーに入れるのが好きなんです。ソイラテ、ソイラテが好きで、私すごく。今日もこれソイラテ。最近ずっと低脂肪牛乳を買ってたんですけど、昨日はスーパー行って豆乳買いました。さんちゃん、ファンレバプナイス。 M チーズいらっしゃい。おかえりじゃない、初めてだ。いらっしゃい、さんちゃん。プリンクラさん、こんにちは。ペットボトルに入れてくださいって言ったらいいのかな。タカさん、こんにちは。いや、この間東京で1ヶ月間ぐらいホテル暮らししてた時は、何、ホテルの下にあるコーヒー屋さんでブラックコーヒーもらって、でホテルからペットボトルに豆乳なんかちょっとだけ入れて持って行って、で電車のホームとかでコーヒーの中に豆乳入れて自分でソイラテにして飲むっていうすごいことしてた。バタさん、こんにちは。最近クラフトボスでソイラテ出たけど飲んだ。知らない。甘い？飲んだ？水村さん、コウモリありがとう。マルバップです。コウモリ。底辺生活さん、こんにちは。底辺生活。低辺生活なの？あ、まだ飲んでなくて気になってる？なるほどね。めっちゃ気になるけど、なんかそういう何、コンビニとかで売ってる系のやつって甘いんですよ、大抵。でいつも私はあのスタバとかでソイラテ頼んだりすることが多い。豆乳はその場で飲むから美味しいんや。なるほどね。コウタ、コウトキさん、こんにちは。レイレイさん、ムーランさん、こんにちは。チョロスケさん、ドルボソップありがとうございます。なんか甘いやつはあんまし好きくなくて、あのタリーズのあのアルミ缶のボトルのコンビニとかで売ってるあのタイプのラテ、普通のラテだけ甘くないのよ。あと全部ほとんど甘くて、切符切られてたわず。駐車違反？スピード違反？免許停止？あ、警察行かな私も。そう、カフェオレも甘くないのが好きなんですよ。町岡さん、こんにちは。ほんなんで何の報告や。そう、甘くない豆乳が好き。間違った甘くないラテが好き。うん、豆乳は甘いのも好きやけど、なんかあるじゃないですか、こういうタイプの、こういうのに入ってるやつ。ちょっと待って、語彙力な。トムトムタムタムさん、こんにちは。違反してないです。レーシックして目が良くなったので、メガネありみたいなやつ書き換えに行かなあかん。どこに行ったらいいんやろ。
フェンドさんこんにちは。なんか警察署、最寄りの警察署でいいですよみたいなのは書いてたけど、でも最寄りの警察署って普通の交番ってこと？フェンドさん、アツシさん、ガララニョニ、え、ガララニョロロさんこんにちは。それとも、こんばんは。あかんのや、警察署。なんかあの曽根崎警察みたいな大きいとこ行かなあかんのかな。かやこさん、夏みなさんこんにちは。交番じゃダメか、大きいとこ行かなあかんか。交番ではないと思う、ごめんなさいそんな当たり前のことをみたいなテンションじゃないですか皆さん。そっか、ごめんなさい、交番じゃないんか。じゃあ結構遠いとこまでしっかり歩いていかなあかんな。やったら門前行ってコストコ行って帰ってきた方がいいなあーそっか、住所変更で警察署に押せる。なるほどなるほど、そっか、免許書き換えなダメなんですよね、住所も確か。ビショップさん、バレバップのありがとうございます。すぐ終わりました、書き換えって。なんか結構待ちます、一瞬コンセント挿しますね、ちょっと待ってね。よいしょ、よいしょ、うわ、ゆじさんこんにちは。試験場で手続きしました、おっくん。カドマ、ジズさんこんにちは。履き替えはすぐですか？ほんなら、まあどこでも行っちゃいいけどって感じやな。イシプーさん、ハートありがとう。どうしようかな、迷いどころ。早いこと行かなあかんねんけどね、違う状態でやってて運転してたら怒られるもん。あ、ジャパンカップ、池さんが LINE ニュースみたいなことしてくれて、あ、次で今ネイルをちょっと直し始めました、急に。すみません、ネイルを直し始めました。やんちゃくれさん、じゃあ書き換えすぐなんやったらな、まあどこでもいいけど。でもコストコに行きたいんですよね私。ラブ北海道さんこんにちは。大阪の免許取るとこってだいたい門真、皆さん行くと思うんですけど、私も門真に行ったんですけど、遠いんですよね結構、行きにくいところにあって。いっちゃんといえば最近は石田ゆみです急にどうした急に。なるほど、免許センターやったら混んでるということがある。そっか、警察署やったら混んでないからすぐ終わる。アルパンダさん、プロちゃんさん、ファリズクリーさんこんにちは。ヒルランドさん、ヒルンドさんこんにちは。ちょっと一瞬皆さんちょっと待って、すぐ戻ってきます。ただいまです。門真人多い？警察署行くとパクられる？どういうこと？どういうことですか？うまいケロロさん、奈良県警察、あ、ちょっとわからない奈良県の駅名がピンとこなかったわ。
でも結構やっぱ免許センターみたいなとこって歩くんですよね、駅から、最寄りの駅から。多分私も歩いたもん。ちゃうわ、歩いてないわ。あ、今日はもうね行けないね、もうこんな時間だからね、雨降るし。私さ、免許取るときにさ、なんか結構まあ免許って朝早いじゃないですか。で、申し込みみたいなのして、でテストがちょっと遅い時間からみたいな感じだと思うんですよ。で終わるの遅い時間みたいな感じだと思うんですけど、本当に私は早くに家を出て初めて行くし、テスト試験やしと思って、めっちゃちゃんと考えてさ行ったのね。家から出たんですよ。したら電車間違ってそうなんですよ、交通の便が悪いところにありがちじゃないですか。で全然ちゃう駅にたどり着いちゃって、そうで、なんか遅刻厳禁みたいな感じやったから、もう焦って焦って、で知らん駅に着いたからさ、その駅からもう戻ってたら時間ないわと思って、もうタクシー行こうと思って、そのなんかもうど田舎みたいな、ここどこやねんみたいな駅からタクシー捕まえて、で免許センターまで行ってくださいって言って、時間はどれぐらいでみたいな、できるだけ急いでくださいって言って行って、でなんかおっちゃんも頑張ってくれて、めっちゃなんかこっちから行ったら今の時間渋滞してるかもしれへんから、とりあえずここまでこれで行って、道込んでたらこのまま抜けてこっから行きますねみたいな、めっちゃ説明してくれるけど全然わからんから、場所もわからんからとりあえずはいお願いしますって言って、で乗ってる間に免許センター電話して、すいません道間違っちゃって、今タクシー乗ってるんですけどちょっと遅れたらやばいですか、どれぐらい遅れますか、5分10分だと思うんですけどって言って、それぐらいなら大丈夫ですよって言ってくれて、もう号泣しそうやった。吉間に着いたよかった。なんかでもね、提出が決められた時間やってさ、地元は免許センターの手続きしたら即日免許交付、警察署なら後日交付。ああ、そうですね、交付は当日なのは免許センターですよね。あれもあそこでした、国際免許の発行も当日欲しかったから免許センターまで行ってきました。よしさん、しおちゃん、ターボ、オラー、パパさん、こんにちは。岡部正之さん、いらっしゃい。マリオランド、私もやってた。私もやってた。あ、ターボーターボー、ありがとうよ。ターボーやってた、私も。ありがとう、本当に。めっちゃおもろい。本当にありがとうございます。地元までまだ警察の可能性がほとんど変わらんけ。あ、そうなんや。免許センターって免許持ってない人が多いのに、なぜ駅から遠い。確かに確かに、枚方あたり走ってるけどめっちゃ雨降ってる。だって嘘、ここもさっきめっちゃ降ってたけどもう音は聞こえなくなった。 お仕事戻っていってらっしゃい。みよちゃん、ゆうきさん、かわいい、ありがとう。あーちゅーさん、こんにちは。もしくは5分前に教室に入るのが決まりらしい。なるほどね。裏に書かれる変更条件、まあ、ふーちゃん、ロスさん、だるまさん、ありがとうございます。そう、メガネなどって書いてるのがなくなるの。たっちゃんさん、やしきさん、こんにちは。こんにちは。免許証の写真は、私はなんかすごいビビってる顔してるわって思ってて、自分の顔をね、なんか怖がってる顔してないって言って、お母さんとかに見せたら、いい感じに写ってるやんって言われたので、いい感じなんやと信じてます単純。バボちゃん、こんにちは。あ、視力検査しなあかんねや。うちゃんらさん、ありがとうございます。たるまさん、ナイス。でなんだ
カチュイカチュイカルカチュイ日本シリーズ優勝したらね着なくちゃね。博多は地面が濡れてるけどいい天気。お、地面濡れてるってことはでも雨降ったんですか。福岡もまた行きたいな。去年の夏は結構福岡にめっちゃ行かしてもらってたので、仕事で。恋しいです、福岡の感じが。楽しかった。てかご飯マジで美味しかったです、福岡。なる振り出した。日本シリーズ中に来ます。 0.7 以上あるわ。あずさんちらり、エマさん、ケンシロウさん、こんにちは。え、そう、私も少ししかやれてないけどめっちゃ面白いと思ってデイジーでやってます。へへへ、デイジーでチャレンジ中です。ティッチュ、やったみたい。あ、福岡空港着いた時は止んでました。じゃあ雨に打たれなかったんですね、ラッキー。エマさんボボありがとうございます。テイシーちゃんちら、王道のマリオ。え、マリオにしようか迷ったんですけど、ユニバのバンドとかもデイジーにしてるんで、ちょっとここはもうデイジー推しみたいな感じで行きますかと思ってデイジーにした。あ、そらそうやんちゅくるさん、みやさんこんにちは、こんにちは。楽しみだな。でもメガネなどっていうさ、なくなるの楽しみ。なんか目が良くなったんやなっていうのをさ実感するじゃないですか。楽しみです。打たれない予定でしたが水たまりにはまりました。つらー、超つらい。水たまりにはまっちゃったんですか。私でも車に水たまりからパシャーンってかけられたことありますよ。なりゆきさんファンレベップです、ありがとうございます。そんなことあるんですか、やんちゃくるさん。謎だな、確かにそれは。タカさん、なぎさラインさん、こんにちは、こんにちは。ぜひ、ネイルが剥がれちゃったのでちょっと直しにかかってます。ネイルを最近は自分でやるようにしてて、めんどくさいけどお金の節約にもなるし、あと好きなデザインを自分なりに考えてできるからめっちゃ便利です。自分でやるネイル、結構配信中にねみんなにこんなんどうとか言いながら最近やってるんですけど。そうなんですか、写真撮り直してくれるんですか。まあでもね、私は今の写真まだそんな悪くないと自分では思っているので、いいかなこのままで別に。
え、3回も撮り直したん？ガオさん、こんにちは。そんなに気に入らなかったんですか？違う、もっとイケメンに言うて。あ、エクシアさん、こんにちは。お眉の調子良きです。もうメイクもできるようになって、なんかちょっとね、こう何、押したりはできないんですけど、顔洗う時とかはちょっとまだ気使いながら、なんかチュンチュンチュンってこうタオルで拭いてからかって目開けてやるみたいなのはしてるんですけど、夜の、街灯とかはすごいピカーって感じ。トマくん、こんにちは。マイナンバーカードの写真は早く変えたいだって。あ、マイナンバーカードの写真、私マイナンバーの写真はなんか携帯で撮った写真ですよ多分。なんか何でも写真載せてよくて、確かインターネットで申請するときに何でもよくて、どうしようと思ったときに、ちょうどなんかオーディション用に写真撮ってたから、じゃあこれ載せようと思って、でそのオーディション用の写真を貼り付けて切り取って、後ろとかも何もないし、こう無表情みたいなやつやって、でもなんか、ま、若干漏れてるやつ普通のカメラやけど若干自分的にはまあまあいいんちゃうかっていうやつで提出したら、OK ってきて、そうめっちゃよかった。そんな簡単にいいんですかって感じ。よし、たちゃちゃにゃー、猫ちゃさん、マイ猫ちゃちゃさん、こんにちは。あ、推薦コメントまだ読んでないんです、ごめん。あつしさん、昨日めっちゃバタバタしてて、私すみません、読みます、すぐに。超楽しみにしてるのに。どうしたん、ちるちゃんうーん言うて、あ、目つむってたらもう一回ね。ルナさん、モンパパさん、マル、マチカネタンホイザさん、こんにちは夏場が誕生日なので写真は厚がってる表情。そっか、誕生日によってみんな服装とかもやっぱ変わりますもんね。おもろいな、それ全く考えてなかった。私も夏場誕生日やから、夏の写真になるわ。じゃあシュートさん、たかゆきさん、こんにちは。これからでも背景に他人がいないですね。あ、そうなんですか。 SIM カード変更の時についでにできるって言うから、やったら心配した、悲しい失敗、悲しすぎる。ついでにできる言うからってつらみやな。マイナンバーとか免許証とかそういう顔写真がドドンと出るやつはできるだけいい感じに撮ってほしいですもんね、マジで。わかります、できるだけお願いだからいい感じに撮ってくれと思う。だからその自分で写真撮ったやつ送れたのはすごい良かった。撮り直しはできやんのか。なんかなんでこんなに変なになってんの。ちょっとやり直し。高木ちゃん、あ、水村さん、バーベキュー楽しんでください。いいな、行ってらっしゃい水村さん。またね。トトロトロさん、横浜くんさん、こんにちは。ご機嫌なのめちゃくちゃ。ソーリス記念日で休み最高ですね。タンクレスですみたいなやつ推薦漢字が違いますな、漢字が違うな。水で洗います言うて。アシャコノさん、アシャノコさん、こんにちは。え、網膜剥離、怖すぎる。網膜剥離になってたんですか。気になったらすぐ行きます、怖すぎる。めっちゃだから丁寧に今生きてますもんまるさん、伊藤にゃんさん、こんにちは。
ね、どこちゃん寝ちゃうの。白クリーム色、薄い黄色が肌の調子が見えるってなる。あ、そうなんよ。仕事帰りで髪の毛ぺったんかやし、自動で背景消えるやつで髪の毛の一部消えて頭かけてるみたいになるやつや。少しだけ見ます。了解。指姫さん、コロネさん、え、これ何、馬さんかな、のぶろうさん、ひでさん、こんにちは。指姫さん、ハートありがとう。たまねぎさん、だるまさん、ありがとう。ファメちゃん、よしきさん、いらっしゃい、はじめまして。劇場公演、いつも劇場公演行ってるね。大北美希さん、さあ、座布団さん、こんにちは。今通じきました。だいぶ時差。もやもやさん、やすくん、こんにちは。こんにちは。ネイルナウ。あの時の英雄店員を許さない。どんな感じでそうなったんやろ、マジで。英雄の店員さん、わざとちゃう、もはや。しかもこれで行きましょうってなったってことやもんね、だって。ちょっとなんか、あ、ちょっとやり直しますかみたいなのもなかったんだよ。つらい英雄店員さん、疲れてたんかな。たけちゃんいらっしゃい。今までは雑に言ってたの。いや、なんかさ、例えばやけど、コンタクトしてた時期はなんかコンタクトしたまま寝ちゃったりとかさしてたよ。コンタクトしたまま温泉行ったりとかプール入ったりとかしてた。正直な話ダメなんやけどさ、してたしてた。でも今はもう目にちょっとでも汚いゴミやったりとか、ゴミは嘘、分からへん、入ってるかもしれへん、あの汚い水が入らないように生きてる。スマイルさん、荒木さん、こんにちは。え、ローチケットと行くんですか、池さん。マー君、6日誕生日、お疲れ、お疲れ様でした。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマー君、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます、マー君、イエーイ。おめでとう。おいくつですか。リカルドさん、こんにちは。なんか、よいしょ、少し落ち着きました。落ち着いたか。さん、いらっしゃい。今年の12月は忙しそうだ。イメージしてるのにつむじ配信じゃないんですね。すごいですね、上手になった。お仕事中、閉店前で会ってお互い疲れてたんか。しんじさん、またね。ハッピーバースデー。シャンタンチラリー。リサちゃん、こんにちは。爆誕。何が爆誕したんですか。赤佐郷さん、ファンレバブヌス。ノブローさん、ファンレバブヌス。ありがとうございます。爆誕、ハッピーバースデー誕生日の爆誕。いや、本当私もレーシックの受けた時の受付のお姉さんもめちゃくちゃ疲れてたもんな。ロボットみたいやったもんな。午前中やったのにな。疲れすぎて噛み倒してた。面白かったな。来ていただい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 てって言ってた。赤サゴさん、ファレバップナイス。ヤマジンさん、カズさん、新米さん、チラリ、こんにちは。このハロウィンのやつやっぱり早いですよね。ショールームさん可愛いけど、
あ、でもあれか、ハロウィン用のギフトとかも出るから。だから早い説。それはあるな。以上。まずグラデーション。これ中指今やり直してますね、親指と。そうそう、うんうん、その通りだよ、言うて。シラちゃんもうちょっと待ってな。シラちゃんまだ言うて。アツシさんバレラップナイス、ありがとうございます。テレヤキさんお疲れ様です。アツシさん後で見とくな、推薦コメント。感電ロボットずっと言われ続けるんです。感電ロボットになってる。そう、ずっと言い続けます。私はマジで面白かったもんな、本当に。ビリビリしてた。また次行った時会えるかな。今度噛まずに言えてたら、今日は噛まなかったですねって言っちゃうかも。私悪いな。了解。しばにゃんさんこんにちは。しゅうだいさんこんにちは。テイラー・スウィフトのコンサート私は行けなくてさ、悲しい。誠さんいいね、ありがとう。赤色のマントまとった朝が歩いてくるさん、こんにちは。かわいい R さん、ありがとうございます。何これチロちゃんって、なんだろうね、なんだろうね。こうやって今見えるかな、磁石で動かしてます。こうしたらいいかな、磁石でキラキラを。あ、全然キラキラになってないぞ、逆に。ちょっとよいしょよいしょ、キラキラが消えた。ダメだな、これ取ろう。ウィーンさん千万里ありがとうございます。アサポンさんこんにちは。面白くない、磁石でさ変わるんです、柄が。でもこれめっちゃうまいこといかない。ちょっともう一回塗ろう。どんな原理、砂鉄みたいなんが入ってるんちゃうかな、多分。原理で言うと砂鉄みたいな。なんかちっちゃい時に公園行って砂鉄集めたりしませんでした？え、うちだけ？そしておじいちゃんと集めに行った砂鉄。そういう原理じゃないかしら、多分だけどね。最近巷で流行りのマグネットネイルと言います。面白い。本当はなんかそのマグネットがこう、なんて言ったらいいんかな、真ん中からこうキラーンってしてる風にしたりとか、真ん中の縦一列にこう伸びてる感じにしたりとか、いろいろできるんですけど、
そこまで私ちょっとなんかまだできなくて、なんとなくこんな感じかな言ってやってる、進化してる。あ、小学校の時サテツ集めてました。あ、えみちだ、無音なの、おじおじ。集めに行きましたが集まりませんでした。なんでなんでダメだった。兄ちゃんとめちゃくちゃ集めた、だってね、楽しいよねサテツ集め。ふたしさんこんにちは。仕事でいつ行けるか分かんないけど直接食べれないかな。あ、エクシアさん、なんかまだあのそれこそさっきも言ってたんですけどね、まだ分からんのですけど、あのクリスマスにイベントしたいなって言ってて、そうクリスマスにイベントしたいです。クリスマスに会ったら来てくれますか。大阪でも東京でもしたいイベント、はーい、だってイエーイ、12月、さくりさん頑張ります、ありがとうございます、頑張らなくちゃね。そうやりたいイベント、クリスマスイベをしたいです、直接会えるイベント。クリスマスなのでね、どんなのがみんな喜んでくれるんかなと思って、そう悩んではいるんですけど、楽しいことしたいですよね。こんにちは。仕事の都合が合えば土日やったらいけそうですか。そうなのよ、皆さん結構ねイベントあったら行きたいって言ってくれるけど、結構みんなお仕事忙しくてさ、ごめん無理やわとかって、なんでこの日なみたいななりがちなんですよね。すごい嫌なのよねそれ、せっかく会えるタイミングなのにみたいな。チョキマルさん、チョキマルさんだ、こんにちは。そう12月の土日開けといてください、皆さん全部全部12月の土日です、全部開けとりです。ユニバでオフとか、だってユニバでオフ会は楽しいとは思いますよ、絶対に楽しいと思うけど、絶対に途中でバラバラになるけど行動。じゃあ私ジェットコースター無理やからみんな行ってきていいよ、バイバーイって言って絶対なるけどいいですか。フルフルさんこんにちは。何が楽しいかな、みんなカラオケとか、夏はバーベキュー、冬はバーベキュー寒いもんね。フルフルさん、コーンさんこんにちは、こんにちはです。え、そう NMB の握手会初めて行ったのえみちです、だって。なんだって本当にめっちゃ嬉しいんですけど、めちゃめちゃ嬉しい。初めてが私やったんですか、かわいい、嬉しい。カラオケいいでしょ、ユニバでバラバラ行動確定、多分現地集合現地解散で行動バラバラ、同じタイミングでいるっていうだけ。お鍋、でもお鍋ってさ、知らない人とバーベキューはいけるけど、お鍋って結構なんか抵抗ある人は悪くない。上手前集合上手前集合を上手前解散中さんこんにちは。最初に2分以降彼の姿を見た者はいなかった。
の流れですかね。ですね、その流れになる。あ、そうなん、愛花ちゃんやったんやん、池さん最初。私あの NMB 高校2年生で受かってて、高校2年生で入ったからさ、高3今までその行ってた高校辞めないといけなくて、行ってた高校がちょっと厳しかったから、で高3は通信だったんですよ。でも通信やったけど、なんか、出席する授業もあってみたいな感じのところだったのね。でそれで高校でユニバに行く授業があったんですよ。でユニバに行ったら単位がもらえるみたいなやつ。あれ現地集合現地解散でした。中でバラバラ行動、それですよね。だからこんにちは、松井さんかな。あ、おかえりなさい、この間来てくれたわ、知ってる、私覚えてるわ。楽しそう。そう、マーキュンさんも同じ学校でしたよ最初。でも両立ができないとこやったから辞めちゃったけど、私え、めっちゃ綺麗にできたネイル、なんなら他の指より綺麗にできた。中指と親指今やったの綺麗。ひらさんこんにちは。卒業したから別の子行ったけど大変最悪やった。それだけ世界観で見た。そうだったんですか。私の対応が良かったですか。嬉しい。メダル収集人さんこんにちは。私もでも対応はね、握手会ね、悪い時もあったんですよ。そう、これは本当に何度か言ってるんですけど、そう、なんかちょっとだけやっぱ人間やからさ、なんかなんて言ったらいいんかな、握手会とかこうイベントとかしてる時もこうなんかさ、例えば嫌なことがあったとか、仕事でめちゃめちゃ疲れてる、学校で大変でとか、いろんなことがあって、で結構もうメンタルやられてた時、まあしかもちょっとなんか反抗期みたいなのも入ってたりとかさ、があって、で一時めっちゃ握手会私多分しようやった。シロさんこんにちは。メダル収集人さんこんにちは。え、うちの彼氏です。え、彼氏やったん、うそや。ぬっちさんこんにちは。ニーザのハイジさんファレーバップナイス、ありがとうございます。サトシさんこんにちは。こんにちは。今考えたらまあね、いろいろあるんやろうけど、そうモチベーションとかね、そのね、その時のね、まあ、言うて子供やからさ、十何歳の時とかですよ多分、いろいろあるじゃないですか、みんな。だから握手会の対応もね、きっとね人それぞれやと思うけど、大変な時もねある、いい時も悪い時もある。それをこう分からなあかんけど、こう言ってる側からしたらね、お金払って言ってんのにってなりますもん、そりゃ。バライオンさん、エアトレヨシーさんこんにちは。タケリシーさんもあればありがとうございます。長く付き合ってたらいい時も悪い時も受け入れられるんだろうなと思うわ。って今はそうだから、ちゃんとこう会う時は、ね、ちゃんと言い対応できるようにと思ってさ、私も頑張っているけど、でもこう配信は結構本当に何素の自分でやってるから、それこそ夜はゆったり喋って、本当になんかね、嫌なこと言われたら、なんでそんなこと言うんですかとかって言えるようになったから、よいしょ、よかったけどね。ひまじょうさんファンレバップナイス、ありがとうございます。先週録音応募します。え、
何の何の、ご立派になられて違う違う違いますよ、立派になったんじゃないのよ。あの変にねこう何キャラを作ったりっていうか、なんて言ったらいいんだろう、いいところだけしか見せちゃいけんみたいなさね、いい対応しかしたらあかんみたいな、本音を言ったらあかんみたいなさ、言えないことは言えないみたいなのさ、しんどいじゃん。そういうのもうまいことね言えるようにしていかないとあかんねんなっていうのを思って、ちゃんと本音をね言えるとこも言えないことももちろんあるけど、そう言う、下ネタ言ってくるやつ言うの、下ネタもいるし、なんか何あのためになってない変なダメ出しとかね、ねとかなんだろう、試してくるような感じとかね、あんま好きじゃない。マー君こんにちは。あファンが来てるのに目を合わさんと鏡で自分の顔見ながら対応、なるほどなるほどね、そんな感じやったんや。もう嫌だったんですかね、その時の握手会の感じが。もう握手会自体したくなかったのかもしれないですね、その子は。どの子か分かんないかあれやけど、それかもう自分の顔をとりあえず見てたい街歩いてたらショーウィンドウが出るたびにこう前髪直す男子とかね、そういう感じだったんです。とりあえず顔見たいみたいな。あ、奥歌やアドバイスマン。シシさんこんにちは。嬉しいけどね、鏡についてるゴミが気になって仕方なかったそういうのってさ、本当に自分がやられてたら本当に多分嫌やから、もうイライラってしちゃうやろうけど、話を聞くとなんか客観的に見れるからちょっと面白くなっちゃいますねじいさん、たかさん、ときさんこんにちは。そうなんか他の子のことを悪くは私言えないからさ、あれですけど、何そう可愛かったなみたいな、かわいそうだったなみたいな、そんな対応悪くてその子最低やなみたいなのはさ、私言う権利はないから、言ってないから見てないし。でもそれでも私のところが楽しかったって言ってくれるのは嬉しいです、それに尽きるわ。成幸さんファンレバップです、ありがとうございます。あそうなんや、エクシオさんお忙しいから本当。そういう人はもはや微笑ましいよなって、もうもはやね。でもそういう域に行ってるのはすごいと思う。なんかこんな感じにして、あなんて疲れてんのかな、可愛いなって思える仏のような器って最高だよね。で私もそういう風になろうと思ってさ、なんか例えばコンビニとか、レストランとかですごい嫌な対応されたりとかして、あの人疲れてんのかなみたいな、うわ今日あの人彼氏と喧嘩したんかなとかバックストーリーを考えて、あのかわいそうやなと思ってちょっと楽しんでます。叫びは人こなさすぎてへこんでた、叫びドキュメンタリー。あーでもへこみますよそれは、私もへこんだこと何度もある。フィスさん、修造さんこんにちは。ロボットのことは言っても人のことは言えないってことですか言えます言えます、もう言える。マザベンさん、さ、豆太郎さんこんにちは、こんにちは。あ車運転してる時もそうだね、漏れそうなんかな、そう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 、うわーこの人やばいなみたいな、めちゃめちゃおしっこしたいやとかと思ったらめちゃもろくなってくる。イケオさんこんにちは。未成年のメンバーに競馬予想話した人いた。もうそれはでも競馬予想の話で、まあ、いいんじゃないですか、なんか18金ってわけじゃないから。あ、ハハですか、エクシオさんよっとありがとうございます、嬉しい。あんなスピードで爆走してる方が漏れるやろって人もいますよね逆にね、逆にね
そういうのもなんかちょっと面白くなっちゃう。大勢で活動してるか弁当もらえるメンバーとおにぎり1個しかもらえないメンバーここが私ないですよそんなの。あれまともにやっててさすが。でも何がまともかとかなんてね、でもその受け取る側によるからね、それもね。もう自分的にはもうその人もさ、何なんかめっちゃ神対応ですよって思ってる人も、その受け取る側からしたらなんでそんなってなる人もいるし、人によるからな本当に。合う合わないもありますもんね。だから私もなんか全員に好かれようとは思わへんし、思われへんから、思わへん、思ってないから、なんかね私のこと嫌な人もおるやろうなって思いながらいつも生きてます。カズくんこんにちは逆にねもう漏れてもうてるんかな。もうそうなったらものすごい徐行で行ってほしい。逆に泣きながらみんな気分悪い日あるからな、人間ですからね。そう本当に。でも自分が気分悪い日に人に優しくできるような人間になりたいですよね。ドラップさん初めてファンレベアップ、ナイスお化けありがとうございます、ね、ジミさんちくわどうですこんにちは。私はでもお腹空いてる時に機嫌悪くなります。そうだから私が機嫌悪い時はあやみかお腹空いてんのかなと思ってください。多分私も配信してて多分なんかあ今日ちょっと道イラついてんなみたいな時絶対あると思うからその時はちょっとお腹空いてんのかなとか、なんかいいとこまで行ってたオーディション落ちたんかなとかと思ってください。多分そう。確かに来たらメタラルあそうなん、へえ、奥そうなんですか。年中頭は悪い大丈夫、そんなこと言わないです。はじめましてドラッピさんはじめまして。ミントさんこんにちは。金子さんも大変早かった。金子さんと握手したことないからな。シルプさんこんにちは。メジにおやつをあげましょう。おやつ食べてたら大概元気、大概機嫌いいって言って食べてる。多分でも食べた後に後悔してなんで食べたんやろもう私ってなってる、多分ってなってる。単純。森田大輔さんこんにちは。秀幸さんこんにちは。ライブ会場で挨拶したら神対応でしたよ。どんなんですか神、金子さんの神対応って想像つかへんな。カップ麺も置いてる時もあったんやけど。ああなるほどね。結婚して同棲するようになって相手の気持ちをよく考えることの重要性を改めて感じたなって。なんか素敵だな、めっちゃ超素敵、素敵すぎる。ずっと一緒におったらね、なんか多分何最初に気使ってたこととかも気使わなくなってきたりとかすることもあるじゃないですか、人間だから。多分ね、その気持ち忘れないでいきたいですね。素敵だ。キラキラ語効果させてました。これそ神対応って言うんですか。ヒロさん初見です、いらっしゃい。あイコラブ推し、金子支配人噛めない太陽か。そんなこと言っちゃダメ。あきら先生の方が太陽いいよね。そうなんですか。あゆさんゆきよちゃんだよさんこんにちは。ゆうしさんはオーラが見えるようになってきてまして。のりすけさんこんにちは。そうなんやんけさん。なつさんこんにちは。どうしたチラチラ、どうしたどうしたチラチラ。せーちゃん、お、玉ねぎさん、だるまさんありがとうございます。ここにいるんですチラちゃんが。寝へん。あ、ね、ゆうしさんもう寝ます。なんか、
よいしょ、うん、こんにちは皆さん、うちのチロルです。ありがとう玉ねぎさん、かわいいなって言われてんだチロル、嬉しいな。もうちょっとでご飯の時間やなチロル。ガン昨日は夜中元気なの見て夜勤なのが本当だったわかる本当なの分かりました。プリティプリティさん、ドクタケさん、こんにちは。キヨちゃん、キヨちゃん、キヨちゃん、もうちょっとでご飯やな、もうちょっとでご飯ですが、そわそわしておりますね。馬体重、馬じゃないんだから、ね、馬って言われてるね、キヨちゃん、違うよって凪さんも対応良かった。俺のあだ名おっさんつけてくれた。おっさん呼びで嬉しいんですか、エピシアさん。ご飯に反応するんですね。ご飯って言ったらすぐこっち、ごめん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 反応するんです待って、みんな可愛い、どうしようさん来てくれた、こんにちは、ここにおりなさいな、アピアさん、こんにちは。ゆうちゃんが私の配信に付き合ってくれましたので、後でご飯をあげたいと思います。月曜日さん、こんにちは。ヤジオさん、こんにちは。眠たい眠たいな、チロリな、何もしてないやん。でもなんで固まってるのかわいい。最近チロルは抜け毛の時期で、私が黒い服着てたらもうチロルの毛だらけになるの。そう、眠たくてしゃあないチロル。ごくと言うても、ごてんと言うても反応しないけど、ご飯といえば反応しやすい。目玉でチラッと見た今。2匹の可愛いが絵になるなと。お、私も1匹に入ってる、嬉しい、嬉しいんかい。ワンちゃんまだお子ちゃま？あ、もうね、結構なご婦人ですお姫様、ご婦人やんな、チロちゃんな。でも、もう赤ちゃんみたいです。でもまだ、なんていうの、反応とか白目初めて見ました。ナルヒさん、こんにちは、うん、元気に走り回ったりはしない。もともとなんか結構お姫様体質で、結構ゆったりとするタイプなんですけど、うちのチロルちゃん、んで階段とか登れないから、本当になんかお父さんとかと一緒にソファーで寝てるのとか、テレビ見てたりとか、散歩行っても歩きたくない、抱っこみたいなタイプではあるんですけど、でもチロルに配信する前とか、上行く、一緒に行くとか言ったら、てててって言って来てくれるから、配信中に吠えてパパにうるさい、怒られたらなんちゃん。セクリティさん、マネーバップナイス、ありがとうございます。ご飯あげるときに絶対ワンワン言うんですよ、用意してたら。 それ以外は吠えないの全く。まあ、ピンポン来たら、宅配来たら吠えるかな。基本的にはマジでいい子、本当におとなしいし。だけどそう、お嬢ピチチ、こんにちは。めっちゃプリンセス、甘やかされてね、育ってます。かわよいですね。最近のチロルのハマってるものは100均のおもちゃ。どんだけ高いおもちゃ買ってもすぐ飽きるんですけど、100均のおもちゃだけはめっちゃ遊んでくれるんで、100均でバリ貢いでます私が。
100円やったまいかと思って。ベテランのお嬢ちゃんです。ベテランのお嬢ちゃんです。キヨちゃんはね、コスパいい、マジでコスパいい。100円で2個とかついてくるやつあるから、本当に10歳になるとおとなしくなってくるでしょう。もうでもね、10歳になったからとかじゃない、もう結構最初からおとなしかったね、キヨちゃんはね。いい、なんかいい子っていうか。青森のおちゃんさん、こんにちは。なんかもちろんどっか行きたいとかご飯ちょうだいとかあるけど、なんかちゃんと空気読んで、なんか私見てませんよってふりして横目で見て、多分全部理解してるから、チルル空気読んで動いてる。マジ賢いの割には、自分の鼻の長さ、この自分の鼻の長さが分からず、振り返った時にドアとかにぶつけてキュンってなってる。あ、10分だ。よいしょ。青森のあっちゃん、こんにちは。あつしさん、バレバレナイス、ありがとうございます。じゃあそろそろ終わりますね。10分になったので予定通り終わりたいと思います。それでは皆様、私はつよちゃんにご飯をあげていきたいと思いますので、本日の配信はここまで。ランキング見ます。いきます。13位ヨシさん、12位ニーザのハイジさん、11位なりゆきさん、10位 B ショップさん、9位しぽよさん、8位ゆうたよさん、7位しまじょうさん、6位ドラッピさん、5位ただゆきさん、4位今もふーちゃん、ふーちゃん推しさんふーちゃん恋しい人さん3位たけしさん、2位たまねぎさん、そして1位はたけるちさんでした。イエーイ。ドラッピさん、どうもありがとう。皆さんありがとうございます。というわけで最後にもう一度告知なんですけど、10月22日、明日、明後日、しあさってぐらい？明日、明後日や。明後日にトークポートっていうオンラインのお話し会があります。あと3枠ぐらいまだありましてですね、久しぶりの方も初めての方も、私結構こんな感じで一人でもぶわって喋れるぐらいなんで、そう、いっぱい喋れるので、よかったら。皆さんお顔を見せてください、お声聞かせてください。オフにもできるので画面、よかったらぜひ完売させちゃってください。トークポートお待ちしてます。そして12月1日は東京なんですけど、降臨ソウルという舞台がありまして、こちらゲスト出演なので1日だけなんですけど、この1日だけ出演させていただきます。サイン会もゲストなんですけど出演させていただくので、よかったら関東にいる方、あとは遠征可能な方は、よかったら12月1日いらしてください。そして12月クリスマスイベントしたいなって私は企んでいるので、12月の土日全部開けといてください皆さんありがとうございます。ほんならみんなまたね、詳細は全部ツイッターに載ってるのでチェックよろしくです。また来てね、たけるちさんもまた来てな。ありがとうございました。またねみんな、バイバイ。ありがとうございました。